はいどうも、長坂レモンです。本日紹介するデッキはこちら、ババーン。はい、白タントークンですね、なります。はい、まあツイッターで見かけて、なんかめちゃくちゃ連勝したという、連勝かな、いや連勝じゃないか、すごい勝率を叩き出したが正解か、らしいリストで、はい、まあ診断のカードが結構採用されてるよってことで、まあこちら紹介しようかなと思います。はい、で、まあ、今回ですね、新規で結構いろんなカードが追加されました。それが、獣の友、トビーと、別行動と、亡者の踊り手と、ミストムーアの大主と、人形作家の店と、陶磁器ギャラリーですね。はい、ということで、まあ、結構いろんなとこが実装されましたよと。で、それぞれ結構強くてですね、はい、まずトビーですね。トビー、まあ、3マナ11で44のビーストを生成しながら、まあ、トークンが4体以上いたらね、自分のトークンクリーチャーが全部飛行を持ちますよってことで、うん。まあ、こいつが結構強いですよと。はい。出てくるトークンがでかくて、まあ、出てくるトークン、まあ、44で、まあ、単独でアタックブロックできないっていうところではあるんですけど、でもトークンデッキだったらね、基本的に結構強いのと、このトークンって実は、レジェンダリーじゃなくて、はい。世話人の才能とかで増やせるんですよ。まあ、そうすると44トークンが2体3体とか並んでくれるっていう、まあ、めちゃくちゃ強い状態ができると。で、まあ、そこで言うとこちらですね、ミストムーアの RG。 まあこれはもう結構みんな皆さんね、まあ有名どこにはなってるのかと思うんですけど、まあ7マナ66の超高44コストで、まあ出るか攻撃するために21の、飛行トークンを2体生成しますよということで、2体は結構でかいんですよね。で、今までこの手のトークンデッキって飛んでるトークンがすごい少なくて、それをここのミストムーアとトビーで、解決できるようになったっていうのが本当にでかいポイントかなと思います。はい、他で言うと、多分これはセットの採用ですね。人形作家の店と、亡者の踊り手になります。はい、まあ、人形作家の店が自分のクリーチャーがね、相手のプレイヤー殴ると、まあおもちゃトークン11のおもちゃトークン出しながら、6コストの方だと自分のクリーチャー全部が、まあ自分のクリーチャーの体数分のサイズになりますよってことで、はい、まあこれひっくり返しておくとね、適当にトークン横並びするとどんどんパワー上がってってっていう、まあすごい状態にはできるのかなと思います。はい、で、まあ6マナもねまともに払ってられませんよと。でそういうところは、こちらのね、亡者の踊り手、まあこれでは5マナなんですけど、5マナ25の飛行で、まあ出た時に墓地のエンチャントサルベージか部屋一つの、解放しますよってことと、まあ違和感ですね、エンチャントが出るか、部屋解放されるために31の飛行スピリットクリーチャートークントークンを生成できますよってことで、これも飛行トークンが作れるんですよ。はい、それだけじゃなくて、まあ、この人形作家の店とかね、この陶磁器ギャラリーポンってアクティベートできるんですよね。こうすることによって、まあすごいサイズにできますよと。はい、さらにですね、まあ全体除去も強くなりまして、今まで太陽効果だったりとか一時封鎖だったんですけど、そいつらってやっぱり自分の、まあトークン絡み巻き込んじゃうんですよね。そこをまあ別行動でタップクリーチャーだけとか、自分のトークン殴った後にアンタップクリーチャーみたいなことをすることによって、結構いろんなことができるっていうのはやっぱりこの別行動の強みかなと思います。はい、というわけで、まあ相当強化されたんで、まあどんな感じで動くのかっていうのは試合の方見ていってほしいかなと思います。はい、というわけで本日このデッキ使ってランクマッチやってきました。勝率は、まあ結局 75% ぐらいに落ち着いたのかな。どうしようもない赤田殴るの分だったりとかに対してはちょっと厳しいんですけど、まあそこ以外で言うと、ガッチガチのカウンターコントロール以外には勝てるんじゃないかなと思います。対戦の方へ、どうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。先手。キープしたら下なんだよな、先手なら。まあキープでいっか。人形作家の店あたり適当にポンって置いて、別行動とかでゲームしながらミストムーアを受ければいいのかなと思います。うん、赤白消臭かな、消臭ですね。対消臭別行動がちょっと刺さりづらいんですが、まあ人参ケーキ引いたんでこっち側でいいかな。うん、まあ土地は欲しいですね。もらいましょう。相手の動き次第でこのターンに遍歴の騎士が出てくるかみたいなゲームになる気はするんですけど、まあ出てこないっぽいならいいや。うん、まあこの人形作家の店とかね、ポン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 置いていきたいんで、あとは場合によってはね、別行動をとっとと打つっていうのもタックだとは思います。で殴ってきたんで、遍歴の騎士はなくて、アラベラはまずいですね。処理しに行ってもいい、ライフゲインするのもタクですね。いやー、アラベラは多分処理しといた方がいいな。うん、こいつめちゃくちゃ打点出るんで、
まあ今パイオニアの方かな、もう結構騒がせてるカードではありますし、早めに処理しておきたいかなと思います。まあ、ミストムーアのこいつが結構ね、トークン打点自体は吸ってくれると思うんで、うん、芋電引いたかこれは。芋電引いてないときって、芋電イオスの変歴の騎士引いてないときって、魂の管理人でここタップしてから使うと思うんで、ですよね。うん、まあ回収されるカード次第かな。一旦ミストムーアでお茶濁しっていうのも実はできるんですよ。まあミストムーアでお茶濁しでいっか。まあ殴っては来ると思いますけど、一応こっちでお茶濁しをしておきます。早めに置いとかないとそもそもゲームできない可能性が高いんで。で、イモデーンの長母兵だったりとかが出るのであれば、まあできる限りね、ブロックして別行動で吹き飛ばしましょう。まあこの後が結構楽になりそうなんでね。はい、まあでかいところをブロックします。まあ一応人参ケーキはライフゲインもしてくれるんで、まあ、一旦別コードをぶっ破します。タップ状態のクリーチャー全破壊しましょう。まあこのカードもすごいですよね。この手のねトークンデッキだったら一時封鎖とかよりも強めに立ち回ること自体可能なんで、結構いいカードだなと思います。よっこ、まあスクレルブまで置くでしょう。ああ肌裂け人形、これもファリオになったんですね。てかスクレルブの方だと思ったんですけど、おい。ただひよっこ捜査員が多分突破できないんで、ああいいね、こういうのが欲しかったよ。まあブロッカー増やしに行くでいいかなと思います。おい、増えて、まあ土地が積もれるのが一番嬉しいですけど、まあ積もれないなら積もれないなでいいかなと思います。で次のターンにミストムーアが起き上がるんで、まあこれ使ってどうこうになってくるかなって気はしますかね。あとはスバニンをレベル3にしておくのも結構手で、まあ、スクレルブのせいでブロックができなくなる可能性があるんですけど、まあその時はそこに対してウセロぶっ破してあげる形になるかな。変歴っぽいな。あ、しかも相手プレミになりましたねこれね。自動支払いくんが悪さしてますよ。うわー、まあブロッカーはいる、こんなんブロックいったくなんで、ウセロ2枚、まあトビーがブロッカー2面増やしてくれたんで結構楽になったかな。しかも結構デカめのブロッカーなんで、これはイモデーンが飛んできてもギリなんとかなるかなぐらいな感じですね、見た目は。ヨーティア、まあ、でかいとこのブロックは確定なんで、はい、スクレルブは使わないかな。変歴にくっつけるかどうするかだと思いますけど、まあここはウセロ入ってあげてでいいと思います。ブロック、まあちゃんと盤面処理でいいかな。ここまで綺麗に処理してあげれば、まあさすがに負けないかなとは思います。これは人形作家の家置いて、店か置いてミストムーアだけにしましょうか。トークンがっつり貯めるパターンでいいと思います。対戦相手投了と。グッドゲーム対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。後手なんでスマイトウセロキープになっちゃうかなと思いますね。それ以外はあとは土地さえ積もればいいかなと思うんですけど、メイン黒力戦なんて歪んだ環境なんでしょうか。
黒力戦、ああなるほど、これだったらメイン黒力戦も OK ですね。うん、土地は引けましたよと。人参置いちゃいますか。うん、ラクドスサクリファイスですね。ウセロ後々欲しいんですけど、今はちょっと土地の方が欲しいかなって感じなんで戻しましょうか。この不穏な笑いも強いですよね本当に。でディスカードはスマイトかな。ベリアナに関しては世話人の才能がしっかりあればなんとかなるんで。ほい、亡者の踊り手はあんま捨てたくないんですけどね。リソースになりますからね塔の点火。まあこれはなんかウセロ切ってミストムーンはポンって置いた方が強そうな気がするんで、こっちから行きますか。バルガボス、ミストムーンは、うん、まあセアニの才能のおかげでリソースは途切れませんし、まあ次は別行動が捨てれますね。ほい、飛んでるのも結構でかいんで。ほい、シェ、これはちょっと厳しいですね。まあ亡者の踊り手か。ドロー、追加で1枚ウセロを引かなきゃいけなくて、1枚ボトム1枚ここ、まあ別行動でもいい。まあ一旦ベリアナはしばきに行きますか。まあ人参ケーキは使うんで、うん、シェオルもね最近あんまいなかったですけど、やっぱ出ちゃうと強いですね。これはトビーが死ぬかな。うん、まあシェオル殴ってきたら人参ケーキで落とします。ダブルブロックで OK なんで、まあ殴んないでしょう。あ、殴ってくんの、それはありがたいんですけど。4号が邪魔だったんですかね。解体ばっかは下でいいかな。お、いいね。うん、まあ全然ダブルブロックしますよ。えへ、全然もういくらでもダブルブロックしますよ。世話人がもう1枚引けたんで、まあさすがにいい形になったかなと思います。このターン両方ともレベル2にしていいかな。相手ができるのって結局これだけなんで、うん、両方レベル2でもいいかなと思います。このターンはトークンいっぱい並べましょう。それだろう。あー、人参ケーキなら強いトークンが出る可能性があるんで、一応人参ケーキでいいですかね。うん、リキッドアップ確認します。巣ごもりか。蘇生できるのがけだものトビーぐらいか。まあ言うて強いカードだから残してもいっか。うん、とりあえずこいつらは殴りましょう。けだものトビー蘇生して、そっからどうこうで、まあそんなに問題はないのかなとは思いますね。ほい、まあミストムーアがちょうど起き上がるタイミングでもありますし、うん、まあまあ悪くないかなと思います。強力戦2枚切ってて1枚トップ全体除去とかですかね。でもここで全体除去打たれる分には特に問題、あ、鏡に願いを、何が飛んでくるんだ。ビアニ系列ではなさそうなんですよね。うん、全体マイナニ修正とかそういうとこなのかな。いやでもサクリファイスでその辺って入れづらいと思うんですけどね。いやでもクリーチャー少なめなのかな。クリーチャー少なめな可能性はありますかね。うん、まあ言うてこのままいくとミストムーアがアクティベートされてっていう感じになるんで、まあこんなん別に拒否でいいですよ。まあ巣ごもりでいいかなと思います。最初に出ておりようと。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。後手番はスマイトをキープしないと赤段に縛られる可能性があるんで、
キープですね。青黒リアニ、出現リアニかなですね、多分出現リアニだとは思うんですけど。ほい、あーでもカイトの可能性もあるな。うん、カイトっぽいな。対カイトどうしよっかな。いやまあこのターンは飛んでこないんですけど、スタークもスマイター打てなくて、まあ一旦カウンターされに行くか。うん、カウンターされましょう。まあ、ミストムーアとか通しに行く方が多分強いんで、巣ごもり先トークンだから世話人の才能欲しいよな。まあカイトなんですけど、ここはうん、こいつ忍者だっけ。あ、一応忍者なのか。まあここでミストムーアのトークン2体自体は結構強いと思うんで、おい、あの飛行持ちのブロッカーが2面立つっていうのがまず強いと思うんでね、除去2枚とか入ってくれるなら、まあ言うて毎ターン相手がワンドローできちゃうのであれなんですけど、そんなに悪い状態ではないかなとは思います。普通ある先手、麻痺カウンター前乗ります。あー両方とも使うんだ、なるほどね。まあドローをしますと。ちゃんとブロッカー用意しないといけないと思うので、なんなら巣ごもりでもいいけど、まあさすがに一旦世話人かな。普通に置いて人参まで置いちゃいますか。ほい、トビー、まあクリーチャーならギリオッケーか。まあそこそこサイズがでかいクリーチャーであればオッケーか。トビー増やせますからね。うん、でミストムーアが起き上がったぐらいのタイミングでカイトがここに対して麻痺カウンター乗っけてくると思うんで、うん、まあそういうゲームになるのかなと思いますけど、めっちゃタップ発してきますね。いやー、ここインスタントの除去が何枚あるかなんだよな。次やりたい動きなんですけど、トビー出します、トビーのトークンを増やします、人参ケーキ起動しますまで行きたくて、コウモリ巣ごもり持ってってくれるとは思うんですけど、うん、さあインスタントの除去があるかどうか。まあ、とりあえずサイバーはいるので、まあ、ワンドローの、ああ亡者のどいて悪くないですね。まあ一応トビーですね、のど首ぐらいしかまともな回答がないと思います。まあ44が2枚できたんで結構でかいポイントかなと思いますね。そろそろミストムーアも起き上がるんで、うん、でスマイトある関係上コウモリってなかなか戦いづらいと思いますしね。うん、これフラピットの溺れさせがもう一枚あるのかな、そんな感じな気がしますね。まあ必要とあれば人参ケーキを起こしてで大丈夫でして、リソースゲーは結構できてるんで、うん、まあなんとかなりそうかなとは思います。まあカイトの方もね、まあ4号になって取れはしないんですけどうん、取れはしないんですけど、まあブロックはできるようになるんで、そうなってくれると結構楽にはなるかなと思います。これってさ、ライフ失ったら一応重宝はできるんだもんね。あ、ってことはシオルのあれ起動したら私が重宝打てなくなっちゃうってことですね。はい、お、うーん、当時家のギャラリー使ったら使った。相手ってトビーの関係であんまりあのやりたくないとは思うんですけど、どうですか。うん、呪言付与5体、カウンターが何枚あるかとかいうゲームな気もしますね。これはちょっと土地が欲しいです。ドロー、ウセロ引いた、
聞いたんですけども、そんなことよりもこの人形作家の置いてにカウンターなかったら亡者の踊り手で殺すぞっていう、とんでもないあれをしていきますか。1,2,3,4,5,6,7,8 全員88ですか。まあ構えてるのは多分サイバーなんで、オープンザドア、まあ、ライフ痛めではありますけど、飛行持ちの3体殴り24点、いやこれトビーまで殴るべきなんで、でカイトとかぶっちゃけもう放置していいんでね、こうでいいかな。普通にでかいんでこいつら。まあコウモリマストブロック、他のカードでもちょっとブロックは必要で、まあこのアップキープでウセロを打ってあげればなんとかなりそうかなとは思いますけど、あのど首かなんかの除去あるっぽいな。まあ言うてこれこっちのエンドにミストムーバーが起き上がるんで、はい、あなるほどね、ライフを高めに保つためにってやつですか。え、でもそれって貫通してますよね。グッドゲームってありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたら分かる通りね、やっぱりこのデッキの強みっていうのが出てたのかなと思います。トークン並べながらこういうトビーのね44トークンがマジででかいんで、はい、それ含めても結構いい感じになってるのかなと思いますね。またねやっぱり11が多かったところをこういうところでねまとめてサイズボンって上げることができるっていうのと、まあ、相手クリーチャー、相手プレイヤーか、殴ると11出てきてさらに全体11修正入るってことを忘れること結構多くて、はい、まあ、この辺はすごい難しいポイントなのかなと思います。まあ、対面しててどこを処理すればいいかっていうのが分かりづらいっていうのはあるのかなと思いますね。はい、ただ、まあ、このね、陶磁器ギャラリー、下手にひっくり返すと、亡者の踊り手が 3-3 になるとかね、ミストムーアの終わる字がターの 2-2 になるとか結構ありえるんで、まあ、起こすタイミングだけはしっかり吟味しましょう。はい、ただ、やっぱりこのトビーとかの、まあ、飛行生物、まあ、ミストムーは亡者の踊り手、トビーみたいな感じで、飛行のトークンがすごい増えた関係上、めちゃくちゃ強くなったと思いますし、まあ、巣ごもりだったりとかね、結構いろいろ遊び方自体はあると思いますし、っていうことで、まあ、非常に記録がデッキだと思いますので、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで、本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それでは